なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ危ない。7つの色彩、絵の具玉を集めよ。刺せれば道は開かれるだろう。絵の具玉？もしかしてさっき消えちゃったボールのこと？絵の具玉紫を見つけた。見つけたけど頑張れ。だよね。ゲームオーバー。んー、じゃあまあオートセーブからやりましょうか。はい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 、ちょっと待ってくださいね。あ、よかった。水は枯れないみたいですね。じゃあ、多分一発はいける。そい！はい！よかったよかった。あ、よかった。本当に、まあ、二回組めるだけでもいいっすわ、いいっすわ。とりあえずこれで、あれ？蛇ってこんな顔してたっけ？さっき口開けてなかった君。それ気のせいか。これ開かなくて。ってこ、あ、紫ついた。これってもしかしてパレット？まあそうでしょうね。顔がついてるパレットかな。うん。ここで多分もうギャリーさんがやることはなくなったろうから。ですね。じゃあ、イブちゃんと交代しましょうか。ヘイ。で。なんかいろいろ、なんかありそうなんですけど、調べることはできないのかな？メアリー、どう思う？わあ、何ここ？だけか。うん、感想が小学生だった。ねえ、イブ、ちょっと聞いてもいい？どうした？ギャリーって、イブのお父さん、違うよ。ふーん、じゃあお父さん別にいるのね。そっか、イブのお母さん優しい？でもなんか怒ったら怖い感じするよね、あの人。なんか、正直最初にイブのお母さんとお父さんを見た時の印象は、千と千尋の神隠しの千尋のお母さんでしたね。イブでも怒られるんだ。早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くここから出たいよ。だよね。ねえ、イブ、もしこの世界から出られるのが二人だけだったら、どうする？うわぁ。究極の選択、急にぶっ込む、やめえや。しかもなんでそんな怒った顔してんの、君。じゃあ、いや、どうしてそんなこと聞くの？ん？なんとなく。もしそうだったら、イブはどうするのかなって。ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。おい、そんなん答えられるわけねえだろ。ん？星と、ああ、そっか、星と何々のきらめき。星空って綺麗だね。上に白い粒がたくさんあるなんて信じられないよ。外に出たら全部で何個あるか一緒に数えようね。いやー、無限だぜ、数は。マジで無限だぜ。星と宝石のきらめきかなぁ。さっきの例えばの話だからね。あー、まあね。天の糸。まあその通りですね。あれ？お前確か美術館にいたな。心配。そんなタイトルだっけ？たくさん絵があるね。見てみようよ。あ、ここにもギャリーさんスイッチがある。告げ口。川と、ほにゃらら。これは鍵で開く扉ですね。釣り人。誰もいないね。お、連作蛇じゃない？これ。連作同体の2匹。絵が繋がってる。面白いね。確かに。で、これが、さっきのトゲトゲだ。こんなとこにもあるんだね。とさ、確かに。で、チリが一緒なら、ここが、ギャリーさんの毒部屋に相当する。ギャリーさんの毒部屋って言い方ちょっと悪かったですね。あれ、毒の部屋の真下の階かな、ここは。あれ、これ有名な、モネか、誰かの、あれじゃね、貴婦人じゃね、傘をなくした乙女。傘持ってね。高い場所に絵がある。届かないね。タイトルが見えないってことか。四角い石だ。これだけただの石？変なの。図鑑に載っていた生き物だ。これ知ってる。本で見た。ずっと昔に絶滅したんだって。絶滅ってなんだろうね。耐えていなくなるってことさ。これアンモナイトですかね。カタツムリだ。ぐるぐるキャンディーみたい。ヤドカリだ。あの尖ってるとこ痛そうだね。毎回毎回コメントありがとう。干からびた絶滅生物？ん？
軟体生物？これみんな渦巻きですね。まず、あれ？これ、なんか時計とちょっと似てるけど、扉の番人。鏡に字が浮き出た。絵の名前、答えてください。当てれば扉開けます。どうする？間違えたらどうなる？あー、何も言ってくれない。メアリーと相談。絵の名前だって面白そうだね。やろうよ。どうする？まだ絵の名前わかんない。断る。残念。よかった。あれだ。ここでダメージは受けたくない。まだ部屋に入ってないんでね。ここ入れる？入れた。上がった。お？何ここ？色がない。確かに。キャンバスに虹の絵が描かれている。よう白黒やのに虹ってわかったな。パレットと筆が浮いている。誰かいるみたいだね。なるほど。変な場所、どうやったら色がつくのかな？それを、ギャリーさんのパレットってことか。一回って言っていいのかわかんないですけど、一階のギャリーさんにあるってことか。では、ね、挑戦します。この絵の、うわー、そういうこと？あー、よかった。知ってた、知ってた。これ、天の糸。よかった。正解。やったー、イブすごい。次の絵は、次の絵もあんの？同じこと言っとるわ。まだあるの？この絵のタイトルは、うわ！いや、緑がカタカナなのは、覚えてる。で、緑の夜フォージャーさんじゃないから、それはただの緑のドレス着た夜さんなのよ。夜ってひらがなではなかった気がするから、こいつ。もう緑の夜とこれもただのスパイファミリーなんよ。これ。嘘！いた！違ったね。ごめん、ちょっと確認してくるわ。ギャリーさん。うわ、ひらがなで緑の夜だったか。くっそー。もう短期記憶がもう無理だ。おじさんには無理だ。はい。当てます。この絵のタイトルは、緑の夜。くっそー。正解。わーい、イブの勝ち。うわ、しかも2問だけあったんか。もっとあると思った。約束なので扉開けます。開いたー。開くと目開くんだな。はい。お、なんだこれ。ナルトか？切ってないナルトか？大きな紙か。大きな紙が巻いてある。中は絵だ。でも何の絵だろう。どうしようこれ。持ってく？そんなもん持ってく一択やろ。謎の絵を手に入れた。レファソシレー。ゲルテナ作品集、ジョー。ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載っている？どのページを見ようか。じゃあ、A のページ。おう、赤い服の6210年って。どんな異世界に生きてるんや、ゲルテナさんは。当時はゲルテナの愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉が出た。実際はゲルテナの遺産を狙い言い寄ってきた、まあいいや、女性たちをイメージとして残したとのこと。あ、だから追いかけてくるんすかね。K のページ。あ、これなんだっけ？まだら模様、ん？幾何学模様の魚だ。6235年。モノクラで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により色づいて見える不思議な作品。非常に繊細で、細やかな鱗の描写は見る人に様々な感情を呼び起こすであろう。じゃあ、ジャックのページ。あ！ジャグリング6223年。6223年。孫と見に行ったサーカスに出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。孫と見に行ったってことは、ゲルテナさんだいぶおじいさんだな。ゲルテナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、現在でもこの作品は高値で取引されている。なるほど。6223ね。ある少女の末路。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかしふと気がつくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくて、お腹も減り、喉が渇き、転んで怪我をして、体力も限界になって、最後のページに小さな女の子が倒れている差し輪で終わっている。なんやこの救いのない おとぎ話は。6223、OK。ギャリーさーん。
ふい。六二。はい。正解だ。よし、絵の具玉を手に入れた。あれ？人形が動いてますね。ねえ、宝探ししてるの？私も一緒に遊びたい。ある意味ちょっと猫の手も借りたい気分ではあるから。正直手伝ってくれるんなら嬉しいんだけどね。謎の絵、額縁に入っていなかった。何の絵なのかもわからない。でもこの謎の絵、なんかハート型っぽい形が見えてるから、ハートっていうのは心臓の、まああれですよね、抽象作品だから。こうなんかどっかで、これと色合いが一緒か。ねえ、さっき拾った変な絵ってこの蛇のやつと似てない？こっちは失敗した絵なのかな。絵を入れ替えてみよう。入れ替えるの？この蛇のやつと？どれと入れ替えるの？これ多分だけど、ウロボロスになるんじゃないんですか、これ。こう、心臓を挟んで、右と左に顔があるとかだったら、2作、2匹の蛇になれるんで、お腹と交換。あ、何か飲み込んでるってこと？入れ替えた絵は邪魔だし、ここに置いとくね。あはー。何か飲み込んでるみたい？この状態でギャリーさんと交代したらどうなるんだろう。あ、ギャリーさんの絵も飲み込まんでる。あれ？なんか絵が変わってない？蛇のお腹に何か入ってる。おお。何かが脈打っている。ガラスのハートを手に入れた。なんでこんなもん飲み込んだんだ。作り物よね。ガラスのハート、ガラスでできたハートの模様、なぜか温かく感じる。まあガラスのハートならこれに逃げ出せるが一番でしょう。そういえばさっき拾ったやつ、はい、開いた。やっと先進めるわ。お、書物の持ち出し禁止。この植物ことごとく私の邪魔をするわね。確かさっきは床に土をはめ込んだら引っ込んだっけ。確かに、それはそうだった。これは傘だ。どうしてこんなところに傘が。まあいいか、もらっちゃおう。いざとなったら向きになりそうだし。赤い傘を手に入れた。あ、傘をなくした絵が確かイブのところになかったっけ。存在を交換することにより空想が現実になりうる。意味わかんないわ。確かに。これは？これなんか微妙に色合いが明るいやつが読める絵ってこ、読める本ってことですね。すいません、間違えました。こっちだ。未知に勝る恐怖はなし。だけ？こっちは？色彩の極意。色彩の極意が描かれている。難しいわね。ん？あれ？絵の具玉緑。挟まっとったんか？悟り。悟りでなんで目？恐怖。一人でいると恐ろしい。二人でいると安心できる。三人でいると先が破れていて読めない。あの子たち大丈夫かしら。まあ二人でいるからまだよかったわ。まあ確かにね。あれ？釣り針。何かしら、これ絵の中からなんか出てるわ。もしかしてこれ本物の釣り針？赤い傘をかけてみましょう。釣り上げろ。傘ごと絵の中に入っていっちゃった。本当わけわかんないことばっかり起きるわね。よし、あ、けどこれであれだわ、待って、なんかコメント変わったりする？変わんないね。はい、さっきの蛇の絵また入れ替えたくなったら言ってね。私が入れ替えてあげる。そうなんだ。あれ、この絵変えなかったっけ。まあ、いっか。だよね。お、ちゃんと釣り人いるじゃん。ねえ、イブ見て。なんか釣れてる。え、くれんの？ああ、魚が欲しいから、傘はいらねえってか。
釣り人が置いた傘がある。赤い傘を手に入れた。傘って面白いね。これ持ってたら空飛べるんでしょ？それは、メリーポピンズさんだけだぜ。そうだよ。いいな、私も空飛んでみたい。でも部屋の中じゃダメだもんね。外に出たら絶対飛んでやる。いいね。はい。なんか、もう絵的には傘持ってるけど。傘渡してあげる。はい。おう。あれ、傘じゃなくて髪の毛だったのか。雨の中、部屋の中なのに雨が降ってきた。おや？君、亀、四角い甲羅を背負った亀だったのか。台になってくれるようだ。すごいね。どこからこの水出てるんだろう。そんなこと言っちゃいけ、そんなこと言っちゃいけねえんだぜ。あれ？すげえ。イブが乗ると顔上げてくれる。かわいい。回転。あれ、この絵回るよ。回してみようよ。おー。あれ？最初どんなんだっけ、形。忘れちゃった。でも、とりあえず交渉きます？これで多分あれでしょ？ギャリーさんの毒ガス部屋が、なんか変わってるんでしょう。見てみましょう。わ、あー、そういうこと？確かさっき、緑のマスには、緑のマスのところには確か毒ガス出てなかったはずなんですよね。でも今、緑からも毒ガス出てる。っていうか、今すべての、赤と緑すべてのマスから毒ガスが出てますね。となってる、なってくると、これ逆なんじゃね？理屈はわかんないけど。こうで、こうだったらいいんじゃないの？どうでしょうか？ギャリーさん、確認お願いします。どう？すば、あれ？あ、ちゃんと絵が変わってるわ。ギャリーさんのところにも同じ回転の絵がある。うん。じゃあ今一個ずつ試してみますか。じゃあ次こう。これでどうなってる？あ、赤がなくなった。あ、え、待って、そういうこと？そういうこと？ちょっと待ってよ。緑が上の時は、緑から毒ガスが出てると。はい。で、こうは？この時は全部から毒ガスが出てるんですね。はい。これでどうなる？あー、今度は緑から出なくなるのか。え、わからん。だからどうだというのかね。なんだろう。赤い、ふぅ、いろいろ頑張って疲れちゃったね。あとは何すればいいのかな。亀は元気そうだ。亀は目が生き生きしている。亀は雨が気持ちよさそうだ。回せるから何かあると思うんですけどね。確か、デフォルトがこの状態だった気がする。確か初めてギャリーさんがこの毒ガス部屋に来た時は、緑からガスが出てなかったから、この状態がデフォルトだったってことですね。赤上、緑下ね。これを逆にしたら、はい。
いや、いけるか？これギリギリ、ギリギリ体力1になって生き残れるか？ちょっと待ってよ。一旦ギャリーさんでセーブして、あったよね。あったあったあった。この人形で毒ガスの穴防ぎて。行ってみますか。いけた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 。回転。あれ？この絵本当に回せるみたい。そういうことか。体力ギリギリでここ行けってことなんだ。よっしゃー。よし、これでショコの茨も引っ込んだはず。ふぅ。なるほどね。体力1残るから、これが正解だったんだ。間違えた。ドアノブが異様に冷たいはまだ、あれだな。謎解いてねえな。お、あったあったあった。絵の具玉、桃。ここは読める本か？聞き耳。お、ゲルテナ作品集、ゲ。ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載っている。いい情報載ってないかしら。お、DTM。D のページ。ダカツの製品。ダカツの精神。あったな、この作品。6248年。この絵を境に、ゲルテナは抽象画を中心に描いていくことが多くなっていった。だが、この頃、世間ではキュビズムが流行しており、ゲルテナの抽象画は、ほとんど注目されることはなかった。キュビズム、ありましたね、そんなの。T のページ。吊るされた男。ああ、番号が載ってるやつね。6219年。一時期ゲルテナは雑誌の装丁の仕事をしており、ページの埋め合わせにこの絵を載せたとされている。毎回挿絵を載せていったところ、これが好評で、後に挿絵をタロットカードにして販売したこともあった。現在このタロットカードを入手することはほぼ不可能となっている。M のページ。メアリー。ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品。まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろんのこと、彼女も実在しない人物である。お、わざわざアップで、紹介文の反対側のスペースで、見覚えのある少女の絵が載っている。目、こんな怖かったっけ、メアリーって。なんで？嘘でしょ？メアリー？なんか笑いかけてきそう、このメアリー。実在しない？どういうことなの？じゃあ、それじゃあ今、イブといるのは、まさか。お、知っちゃった、知っちゃった。メアリーの秘密。あ、待って。聞き耳告げ口ってそういうことか。見たな、お前ら。まずい、BGM がなくなった。怖え。これはまずいよ。早く戻らないとね。まあ、とりあえずセーブ。あれ？君こんなところにいるじゃん。宝探しって楽しいね。私も宝見つけたよ。本当？あら？なんかお腹が膨らんでる。一応調べてみようかしら。うい。どこにあったの？あ。あれ？ドアノブが異様に冷たい。あ、そうか、人形は冷たいとか関係ないから、開くんだ。開けれるんだ。で、どうなった？石と王力、もう一個足りないか？とうとうあと一つだわ。イブ待ってて、必ず探し出すから。扉が開いてる？いや、入ります。うわ！やだな、きしむ音やだな。お、首絞められてるやついるやんけ。この人形に関してはゲルテナ関係あんのかな？さあ、多分襲いかかってくるよ。ほい。これで7つ揃ったわ。ん？あ、くそ、マジか。嘘、開かない、なんで？また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな？嘘だろ？あ、ちなみに、なんか腹綿飛び出てる人形一匹いるけど、あれが赤玉、絵の具玉赤を持ってきた子かな？誰が鍵を持ってるかな？なんですって？
何？今度は何なの？なんかやばそう。鍵を探して部屋から出ないと。いやけど誰が鍵を持ってるかな？やばくね？なんかヒントある？ヒントなくね？あ、これやばい。あ、こういう、そういう感じか。これは炭？鍵なんて本当にあるんでしょうね。石ころか。うわぁ、これは、やまずい。どこにもないじゃないのよ。いた。何かで指を切ってしまった。まずい。大量の髪の毛。いやー気持ち悪い。おぉ。え、一瞬でゲームオーバー？今のもしかして負けイベント？あと見てない。